ではよろしくお願いいたします。私は自民党ホールディングスというところで、環境社会貢献という部署を担当しております、よろしくお願いいたします。もともとユニの環境だったんですけれども、昨年のちょうど1年ぐらい前ですけれども、組織改革がございまして、グループとして参加のコンビニエンスストアのサークル系ですとかサービスがあるんですけれども、そちらも含めて環境活動を取り組んでいくということで、ユニとサークル系サンクスの環境部門がですね、ホールディングスの方に移りました。ただ今日はですね、これをご利用いただいている秋田ですとかピアノの、スーパーマーケットショッピングセンターの環境活動の取り組みについてご紹介をさせていただきます。もともと西野と別にユニの環境レポートというのをお配りさせていただきましたので、にくい部分はそちらの方を見ていただければ、さらに詳しく言っていただければと思います。当然ですね、手前どもはショッピングセンターを経営しておりますので、ショッピングセンター1軒できますと皆様にとりましては、いろんな商品ですとかサービスというものを提供させていただいております。で、お客様の立場にとってみれば、ショッピングセンターがあるということは非常に便利なことになるんですけれども、環境面ということになりますと、非常に地域環境に影響を与えているというのも事実でございます。例えば、ショッピングセンターも今ほとんど年中無休で営業しておりますので、照明ですとか空調でたくさん電気を使っております。冷蔵ケースや冷凍ケースは1年365日ほぼ運転をしておりますので、多量の電気を使っております。また、店舗ではたくさんの廃棄物も発生いたします。秋田店でですね、だいたい1日に廃棄物が2トンほど発生をします。そういった形で、230店舗ありますので、年間に直しますと大変な廃棄物が出る。で、それ以外にも当然水ですとかそういったものをたくさん使います。そういった意味で、現状環境にいろいろな負荷を与えているんですけれども、これまでは良かったかもしれません。しかし、これから先ですね、ユニも2年前に100周年、創業100周年を迎えました。これから100年を見据えた先に見据えてみますと、100年後も私で営業活動ができているかどうか、営業活動していくためには地球環境をしっかり守っていかなければならない。でそこで、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会というこの持続可能な社会を目指してということで、営業活動を通して、環境活動に取り組んでおります。で普通ですね、エコストアという言葉を聞きになりますと、どういったものを皆さんご想像になられますでしょうか。非常にですね、エコストアと言いますと最新の環境設備が整っていて、太陽光の発電システムがあったりですとか風力発電があったり、LED があったりというような設備面を想像される方も多いかと思いますけれども、ユニはもちろんそういったところにも積極的に投資をしてまいりますけれども、ユニの目指すエコストアというのは環境に優しいお買い物を通してお客様と一緒に持続可能な社会を目指す環境配慮型店舗というのを目指しております。平たく言いますと、ユニのエコストアでお客様がお買い物をしていただく、それが環境貢献活動につながるというようなことを目指しております。それでは具体的にご説明をしてまいります。廃棄物を削減する取り組みということで、まず店舗から排出する廃棄物ですけれども、おおよそ3つぐらいに分けられるかと思います。商品を搬入したときに出てくる梱包材、いわゆる段ボールですとか箱しおり、キビバンドのようなもの、それから営業の過程で廃棄するということで、店内で加工しておりますので生ゴミですとか商品に包装されているようなプラスチックのフィルムですとか紙ですとかいろんなものが出てまいります。でそしてもう一つ、お客様が購入した商品の容器包装ということで、
我々は基本的に政府のスーパーマーケットを営業しておりますので、多くの商品は容器包装に入っております。ですのでそういったものをお客様がお持ち帰りになって、使われるとどうしてもその後容器包装が出てくる、でそういったものについても削減をしていきたいというふうに思っております。でこれはですね、リニの店舗にある廃棄物の計量システムになります。店舗ではですね、19種類の分別というのを行っておりまして、詳しい分別と申しますのがこちらにあるような形で、一部、素材には何かを聞き込めてますので、ここには19種類載ってませんけれども、お店では19種類の分別を行っています。例えば、ビニールや何かもですね、食品系のものと医療系のものというような形で、社内では汚れたビニールと、きれいなビニールという言い方をしているんですが、そういった形で、19種類に分けています。で、それをですね、ただ分けるだけでなく、分けてもらってですね、こういった形で、廃棄物計量システムというものを通じて、測っております。ゴミ箱、廃棄物庫に行きますと、こう測りが置いてあります。で、各部門にはですね、バーコードをお渡ししてありまして、そのバーコードをこうスキャンしていただくと、自分のお店の名前が出てきます。で、そこでゴミの種類をこうまたスキャンしていただいて、測っていただくと重さが出ると。で、それが全てパソコンでつながっていて、管理できるような形をとっております。で、それで出てきた廃棄物というのが、まあ、約年間8万トンということで、まあ、先ほど言ったように、中規模程度の空き家分ですと1日あたり2トン余りというと、その構成費は半分が約段ボールですとか、まあ、再生できる雑紙類になります。で、そのまた半分が生ゴミ、そして、余分な1がですね、一般家電類というような構成費になっております。でその中でも生ごみについてですね、食品リサイクル法制定のところもありまして、ユニでは食品リサイクルルートの構築ということを取り組んでまいりました。こちらはですね、日本で初めて国の再生利用事業計画、いわゆる食品リサイクルルートの認定をもらった愛知県の事例になります。愛知県のですね、刈谷という三河地域にある、今までユニのゴミを運んでいただいていた業者さん、平田産業さんというところがあるんですけれども、そちらが堆肥化の事業に取り組まれました。で、当然、こちらの業者さんも堆肥化は初めてだったものですから、なかなか堆肥作りには苦労されたんですけれども、この間にですね、JA 愛知経済連という農協の上部組織が入りまして、堆肥の生産方法と、あと農家さんへの製品の方も指導をしていただきました。で、それによってですね、地元の農協で使っていただいて、できた野菜を再びユニの店舗で売るというリサイクル機が完成いたしました。こちらの方は2007年の食品リサイクル推進環境大臣賞も受賞しております。で、こういった取り組みが評価されまして、ユニでは、エコファーストということで、環境大臣とお約束をいたしました。で、その中の一番主たるものが、この食品リサイクルループという循環の罠ということでですね、弊社が店舗展開している全ての府県下に、このリサイクルループを構築するということを環境大臣とお約束をいたしました。で、提携につきましては、農家店から出ました野菜水と魚のあらを蓮沼造園さんの方で堆肥化を行っていただいております。で、出来上がった堆肥を使って地元の花咲福井さんの方で野菜を生産していただいて店舗で販売をするということで、こちらは2012年の8月に再生利用事業計画の認定をいただきました。現状ですね、ちょっと花咲福井さんのところで、生産がなかなかまだ軌道に乗っていないということで、正式にですね、
理想としましてはこういった形で、これは愛知県の例なんですが、お野菜という名前をつけまして、こういった専用のコーナーを設けて販売をしておるんですが、福井でもなんとかこういう形に持っていきたいと考えているんですが、現状ちょっとまだ、生産と販売の方がちょっとまだ完全に軌道に乗ってないというところで、今調整を進めているところです。こういった形でまた環境レポートをご覧いただきたいんですけれども、37ページから40ページのところにいろんなこのような輪を載せております。ウニはですね、店舗所在地にあります有料な再生利用事業者さん、また農業者さんと組んで、食品リサイクルを進めておりますので、例えば名古屋の方では、ビタミン餌にするですとか、そういった取り組みをしておりますし、富山ではメタン化で出た発酵液を使いまして堆肥を作ってもらって、それで地元の梨を販売するというような取り組みをしております。全国各地で今15件の食品リサイクルの輪が回っております。で、廃棄物のところで、もう一つの容器包装というところなんですけれども、容器包装をできるだけ使わない販売への取り組みということで、レジ袋の無料化を進めてまいりました。福井市さんの方におきましても、行政さん、それから市民団体さんのご協力をいただいて、協定を結ばせていただいて、レジ袋の無料配布を中止させていただいております。有料化いたしますとですね、このグラフの出てますけれども、おおよそ9割弱の方がレジ袋を辞退されます。一番左の方を見ていただきますと、それまではですね、有料化をするまでは 20% から 30% ぐらいまでの限界だったんですけれども、有料化をすることによって、80% 以上、90% 弱ぐらいのお客様にご協力をいただけるようになりました。ただですね、こういった形で協定を結んで、有料化をする取り組みというのもですね、なかなか関東地域ですとか、関西地域では難しいところがありました。で、こちらにつきましても、今年の2月20日からですね、地元のご協力をいただきながら、ちょっと協定を結べたところは結んだんですけれども、今前提でレジ袋を有料化ということで、させていただきました。ですので、2012年はですね、レジ袋の平均辞退率というのが 75% になっておりましたけれども、順次 85% 程度までは上がってくるのではないかなと考えております。あと、どうしてもですね、先ほど申し上げた通り、ユニはチェーンストアをやっておりますので、お客様に商品を販売する際には、容器包装を使わざるを得ません。で、どうしても出てしまったものについては、しっかりリサイクルをするということで、皆さんもいろいろやっていただいているかと思いますけれども、リサイクルボックスを置きまして、容器包装の回収を行っております。で、この食品リサイクルループと同じ考えでですね、ただ回収するだけではなくて、回収したものをなるべく商品にして再び店頭で、販売をさせていただくということに取り組んでおります。店舗で回収させていただきました牛乳パックは静岡にある丸富製紙さんというところで、作っていただいているんですけれども、トイレットペーパー、牛乳の主力のトイレットペーパーとして、販売をしております。また容器自体をですね、サスティナブルな原料を使うということで、バイオマスプラスチックも導入をしております。こちら中央にありますようなキララクレナイという、ユニのオリジナルの卵なんですけれども、こちらのパックですとか、青果売り場で、バラ売りを行っておりますけれども、その下に引く、プラスチックに関しましてはバイオマスプラスチックとトウモロコシを原料にしたポリ乳酸の成分改正の容器を使っております。でこちらに関しては、店頭でまたリサイクルを回収を行いまして、リサイクルも行うということをやっております。ただこのお話をしますと、どうしても、食べ物や燃料と競合するんじゃないかと
という話がいつも出てまいりまして、そちらに関しましてはですね、現状のところ35ページのところにも出しておりますが、バイオポリエチレンですね、サトウキビを廃棄を原料にしたそちらのプラスチックも今利用しております。こうやって販売させていただいているレジ袋ですとか、あとオリジナルの柔軟剤や洗剤の容器、こちらにはバイオポリエチレンを混ぜた容器を使っております。で、今ご紹介したような商品というのはですね、ユニのオリジナルの環境、改良商品ということでエコーンという名前を付けて店頭で販売しております。手前どもが愛知県の本社の企業ということで、この2005年の愛知万博のキャラクターの森蔵キッコロを商品につけておりまして、こちらに載っておりますような、トイレットペーパーをリサイクルして作ったトイレットペーパーですとか、牛乳パックをリサイクルして作ったトイレットペーパーですとか、配色用品を、リサイクルして作ったハンドソープ、まあ、そういったものにこのエコオンという名前を付けています。で、こちらをですね、こちらに関しましては消費者の方ですとか専門家の方のご意見いただいて、第三者審査委員会というのを設けておりまして、そちらで、審査を受けて、認定されたものを出しております。で、今までですね、いろいろとこういった形で、環境活動をやらせ、容器包装の回収などもやらせていただいていたんですが、なかなかそれをですね、形として効果として、なかなか算出ができていなかったんですけれども、環境省のサマル行動の見える化ツールプロジェクトというのに、参加をいたしまして、まあ、こういった形で、例えばレジ袋を1枚、辞退していただくと33g の CO2 が削減できますというようなことで、容器包装の削減、また回収というのが CO2 の削減にもつながっているということを算出をしております。で、一番最初にも申し上げた通り、ユニも少しずつ今エコストアというものを作っております。これは一番ユニで、その当時のですね、技術を盛り込んで作ったピアゴ蟹江店という愛知県の店舗でして、まあ、太陽光発電ですとかLED ですとか、まあ、そういったのと他にですね、自然採光ですとか地中熱の利用ですとか、断熱性の強化ですとか、まあ、そういった最新の設備を入れてまいりました。で、大型店につきましても今空調ですとかそういったところをですね、中心にいたしまして、最新の設備を入れて、効果を検証しているところでございます。で、あとエコストアで今積極的に進めさせていただいておるのが、お客様の来店手段の環境負荷を減らしたいということで、電気自動車の充電スタンドを積極的に設けさせていただいています。これは北福井大和田店なんですけれども、急速充電器を入れさせていただいております。で、今国からの補助金もいただけるという中で、順次設備を拡大をしておりまして、この3月末時点でですね、全国の28店舗に32台を設置しております。で、当初はですね、1日に数件で1ヶ月に数件というような利用状況もあったんですけれども、ここへ来まして非常に利用が拡大しております。多い店舗ですと1ヶ月に100件以上ご利用いただいているという実績もありまして、場合によっては増設をするというようなことも進めております。福井県内では他に秋田鶴岡店にも普通充電器を設置しております。3つの社会の中で、もう一つ最後に自然共生社会ということなんですが、なかなかこの自然共生社会というところが難しいところでございます。たまたまですね、2010年ですか、愛知県は名古屋でCOP10の会議がありました。で、その中でユニもですね、地元での開催ということで、どういった取り組みができるだろうと考えたんですが、基本的にはユニは食を提供しているというと
ところもございますので、この食というものは基本的には命をいただいているということであれば、食べ物はみんな生き物の命をいただいているんだよということをテーブルの上の生物多様性ということで、名付けまして取り組みをさせていただきました。先ほどのような循環型農業の体験を、子どもさんに知っていただくですとか、サステナブルコーヒーに関係で配慮して、生産されたコーヒーを店頭で販売したりですとか、そういった商品を通じて、お客様に、生物多様性、多様な生き物の命であるということをですね、知っていただくような活動をしております。こういった活動なんですけれども、ユニではですね、基本的に環境、子どもということをテーマにしてやっております。100年先、持続可能な社会を目指すためにということで、子ども環境学習というものにも力を入れております。夏休みを中心にお店の環境活動を知っていただいて、で、そこにもう一つ簡単なエコ工作みたいなものを付け加えて、毎年秋田の店舗全店で開催をしております。で、福井県におきましては、エコネット福井さんのご協力をいただきまして、この環境工作のところに関しましては一緒にコラボレーションしてやらせていただくという形をとっております。で、他にもですね、循環型農業体験ということで、先ほどもまして食品リサイクルの労働体験をしていただいたりですとか、リサイクル工場の見学をしていただいたりですとか、こういった形で、次の世代を担う子どもたちにというイベントをしております。で、今日お越しの皆さんはですね、環境意識の高い、皆さんが集まっていらっしゃると思います。ですので、非常に環境について、高い、認識を持っていらっしゃると思うんですけれども、私たちがですね、今考えておりますのは、ショッピングセンター、普段お買い物に来ていただいている、ショッピングセンターの中で偶然買い物に来た時に、こういった環境をですね、環境について関心を持てる場があればということで、こういったエコハブという名前ですけれども、各地の店舗で開催をさせていただきます。いただいております。毎年ここ去年一昨年ぐらいからですかね、福井大和田店で毎年11月にエコハブということで、ユニ以外に地元の NPO の方ですとか、お取引先様、自治体の皆さんにもご出店いただいて、お客様に参加いただける環境のイベントを開催しております。福井市の環境パートナーシップ会議の皆さんですとか、NPO のエコネット福井さんにもご参加をいただいておりますし、手前どものお取引先であるカオさんですとか、ライオンさんですとか、コカ・コーラさん、こういったところにも出ていただいています。基本はやっぱり子どもというのをテーマにしておりまして、子どもさんに、分かりやすく、参加していただくと、じゃあ今日からちょっと何か考えてみようかなとか、商品を買うときに、環境にいい商品をついたら買ってみようかなと思っていただくような、あまり環境問題に関心がない方でもですね、たまたま買い物に訪れたこのショッピングセンターで、興味を持っていただければという思いで、こういった活動をしております。いろいろ申し上げてまいりましたけれども、ユニは、なかなか、他のセブンさんですとかイオンさんみたいな規模もございませんので、大きなすごい立派なショッピングセンターをどんどん建てるようなこともなかなかできません。ですけれども、こういった今活動をいろいろしております。で、これはユニだけではないんですね。ショッピングセンターにはいろんなテナントさんも入居していただいているんですが、そのゴミの分別ですとかリサイクル一つのとっていうのですね、テナントさんも巻き込んでショッピングセンター全体で、取り組みをしております。なかなか知っていただく機会がないのですから、本日はこういった機会を頂戴いたしまして、ユニの環境活動をしていただきたいことは大変ありがたく思っております。これからもですね、未来の子どもたちに美しい自然を残したいということで、持続可能な社会のために経営活動を通してできることを進めてまいりたいと思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。質問がございましたら、質問時間の挙手でお願いいたします。バイオポリエチレンは成分解ではないんです。逆にその、耐久性などを出せるためにですね、例えばバイオポリエチレンで、バイオポリ乳酸で昔は手順を作ったことがあるんですけども、しばらくするとボロボロになっちゃうんですね。そうするとやっぱり容器の量としては強くなることがあるんですから、バイオポリエチレンは成分解性ではありません。すみません、私もちょっと専門家ではないのであれなんですけども、そうですね、逆にその成分解性だとちょっと困ってしまう部分に使えるようにということで、バイオポリエチレンを使っておると、逆に成分解性のものはポリ乳酸の方を使って、卵のパックですとか、野菜クラブのバラミの容器の方で使っております。例えば、あの話の技術を使って、ポリエチレンを夢で見るということになります。ちょっと細かい専門家であるものですから、ポリエチレンに関しては、トヨタ通商さんの方からいろいろ協力してやらせていただいているんですけれども、もしかしたらそういうことを含めて、そちらの方で考えてらっしゃるかもしれません。はい、すいません。どうぞ。いろんな取り組みご紹介いただきましてありがとうございます。質問なんですけど、ちょっと切り口が変わった質問で申し訳ないんですけど、私はちょっと電子部品の製造会社に勤めているんですけども、会社としてユニー株式会社さんとして、こういう形で取り組まれているっていうのは大変素晴らしいことだと思うんですけども、例えば自分の私自身の会社を振り返ってみても、その環境の仕事をしている部門のものはかなりその詳しいし関心も高いんですけども、じゃあ全従業員のことを考えた時に果たしてみんなが同じような考え方にこうベクトルが揃っているのかなと思うと、かなりその温度差があるんですけれども、ユニーさんの場合にはそういう社員従業員の方々のその意識を高めるっていうふうな、そういう活動をされているようなのはちょっと紹介していただけるとありがたいんですけど、おっしゃる通りやっぱり環境部門と他部門の意識差があるというのは大きいですけれども、今一番その例えば店舗にいる従業員とそこを埋めているのが、先ほどもご紹介しましたけど、この折り線探検隊というのが一つ例かと思います。子どもさんにですね、お店の環境の取り組み、例えばリサイクルボックスはこういうリサイクルしてますよですとか、環境配慮商品はこういうのがありますよとか、ゴミを分別やってますよというのを、お店の店長ですとか管理職ですとか、場合によっては部門の担当者が子どもさんを連れて回るというようなことをやってもらってます。でやっぱりそうするとですね、店長や店長が従業員も子どもさんに説明をしなきゃいけないんですから、事前やっぱりいろいろと自分で勉強したりすると、そうすると今まで知らなかったんだけど、ユニはこういうことやってたんだというようなことを結構分かってもらえるものですから、昔はこの環境学習を我々が出向きまして、我々がこう主導でやってたんですけども、やっぱり店舗がたくさんありますので、なかなか全部回りきれない。そうするとやっぱり店の力を借りるというときに、そういった店の従業員を巻き込みながらやることによって、やっぱりそこそれを説明して子どもさんが良かったよって帰ってもらえると、店にとってもモチベーションにつながりますので、そういった形でなるべく従業員を巻き込みながらというような形で今進めております。はい、ありがとうございます。他にはございませんでしょうか。この後はまだ20分ほど質問があれば時間がありますので、一応もう20分までなので、質問場所、あ、どうぞ。はい。
一つ教えてください。はい、ユニーさんの、はい、その、まあ、環境活動のいろいろお話ありましたけど、その実際の物流で、福井県のお店なら福井県のお店の地産地消費というのはどのくらいあるんですか。あれはそういう目標っていうのはもうないですかね。地産地消費の、はい、すいません、私ちょっと細かいところまでそういうのがあるというのはちょっと聞いていないんですけれども、ただ今現状地産地消ということですとか、さっき言った、まあ、ごめんなさい、まだなかなか回ってないところがあるんですが、まあ、そういったことですとか、今福井県はまだ結ばせていただいてないんですが、自治体の包括協定というのを結んでいるところもあるんですね。例えば北陸地域ですと石川県さんなんかは福井と石川県で、包括協定を結びまして、その中に地産地消というような言葉も入ってきておりますので、今後は、まあ、福井県さんともしそういった形で、結ばせていただくことがあればですね、まあ、そういったことをさらに拡大はしてくるかなと思うんですけども、現状何かその数字ですとか、ああいうので把握をしていくとか、目標があるとかっていうふうにはちょっと聞いていないんですけれども、ただまあやっぱりお客様のその安全安心ということを考えると、その地元のものを食べたいですとかっていうのはどんどん増してきていると思います。で、我々もどちらかというと今までナショナルチェーンだったものですから、どちらかというと、まあ、遠くのものを買ってきて、地方で売るなんていうようなこともあった方だったんですけれども、まあ、今後はそういった形で、自分のものをこう販売させていただくという流れにはなりつつあるのかなというのは感じております。すいません、具体的な答えになっております。はい、ありがとうございました。答えませんでしょうか。はい、どうぞ。ユニーさんの、はい、生ゴミの処理機っていうのは導入はされてらっしゃるんですかね。当社もですね、当初は生ゴミの処理機を導入をしておりました。一応真空乾燥型というものを入れておりまして、10店舗ほどまで増えたんですけれども、現在は、先ほど言った地元の再生利用事業者さんにもお渡しするということで、順次、生ゴミ処理機に関しましては、経過焼却が終わった時点で、停止という方法になります。お客様にね、お客様の生ゴミが出ますよね。でリサイクル の分別とかそういうものはやられてますから、お客様が生ゴミ その輸入さんのところを持ってきてね、処理できるっていうような、そんなシステムというのは可能ですかね。一般廃棄物の絡みとかそういうのもあると思いますので、そうするとまた許可関係の問題とかそういうのも出てくるので、ちょっと現実的にはなかなか難しいところもあるかなと。なるべく、まあ、そうであるならばお客様の生ゴミを増やさないような方法というのをですね、まあ、どうしても出てしまうんですけれども、今後はまあそういった発想性のところで、どういうふうになっていくかと思います。はい、どうぞ。からかは分かりませんけど、食品業界が今、マンドルにいるかな、自分でいるようになったと思うんですけども、それによって、原因さんとしては、相当、生ゴミ量というんですか、期限、消費期限入れのやつが少なくなったんでしょうか。3分の1なんですけども、基本的に店舗でも今までそのいわゆるドライ食品というのと常備品の菓子ですとか、調味料ですとか、そういうものを入ってたのは本当にまずくなかったので、どちらかというとその物流センターというところがあるんですけども、そちらに入ってきたものがやっぱり3分の1、なんですかね、生産から3分の1過ぎると全部納品されないということになってたのを今一部緩和をしているようです。それによって物流センターから出る廃棄消費というのはかなり減ったと。先日も NHK の学園会に取り上げていただいたんですけれども、私も本当に知らなかったんですが、物流センターではかなり3分の1分を運用することによって廃棄が出ております。
メーカー変更ですとか、あデータを含めるんですけれども、4分の1、1分がそういうことになって、あと商品が当然、ついに出荷されるのは、そこから物流センターの在庫が対象品が減ったというふうになっております。はい、ありがとうございます。この電気スタンドは充電は無料なんですか？はい、現状はですね、無料で、やっております。ただ、ちょっとすみません、福井の急速充電が、ちょっとどういったようなことかなんですけども、基本的には初回サービスカウンターに登録というのか、それに暗証番号が必要なのというので、それを登録すれば、はい、あとは電気レギュラーちょっと相当かかると思うんですけど、そこはですね、お客様サービス、社内関係者に関ということで、はい、やらせていただいておりますので、現状のところ、で100円でないと思うんです。現状のところお金をいただくという予定はありません。はい、わかりました。ありがとうございます。